ポップジュースポップコーン佐藤とジュースうきです。今回は賛否特集。今回はそうき式のポップコーンが賛否作品を紹介するよ。賛否苦手な人はそんな世界もあるんだって感じで見てね。レッツゴー。僕らの可愛い朝日くん、一時期ちょっと売れたけど、まあ、そこからちょっと低迷してしまったタレントの朝日くんがちょっと路頭に迷うわけですよ、住むところもないよってなってるところに、秋読さんっていう人が来て、昔共演したことがあったわけね、でそれを覚えてくれてて、うちに来ないかいで拾われちゃうわけよ。でも朝日くんは流されやすくて、で寝てたら気配を感じられない朝日くんは秋読さんかなと思うんやけど、もう誰やねんお前っていう全然知らん人が入ってきてそういうこと？そうそうそう、誰ってなって、そのまま誰かわからない人にこう襲われそうになるわけで、この秋山さんが来て助けてくれるんやけど、なんかこうなんかなーなーでエッチすることになっちゃってえみたいな。でそこから知らない子と秋嫁さんとこの朝日くんの賛否が始まるっていう。おかしい朝日くん自我をしっかりっていうね。で、まあ、そこからなんか不思議なこう3人の生活が始まっていくわけですよ。誰やったの？そうよね、お前誰やねんって話よね。隼人は大学生なんだって。秋読さんと一緒に住んでる大学生、バイト先の雇い主が秋読さんで仲良くなっていいのみたいな感じで、これは攻め受け。そうだね。流されてこの隼人くんとやったり、秋読さんとやったりしてるわけで、しっかりそうなので流されちゃうので可愛いですよっていう。いいね。なんか初めての人には読みやすいかもしれないです。獣のごちそう。これもね、まあ、拾っちゃう系なんですけど、獣人の、まあ、狼がいて、で雨の日にうさぎさんの双子ちゃんを拾うっていう、でまあなんやかんやありエッチしちゃう3人で、なんかこのやっぱうさぎの双子ちゃんの方が、やっぱこの拾ってくれた、その狼くんのことが大好き。うさぎの方が攻めやから、そう草食系が攻めの肉食系系、かわいいよね。かわいい。狼の人も初めはちょっと流されながらって感じだったけど、まあね、なんか2人とも大好きなんだよみたいな。そうそう、2人とも好きやからこそ受け入れるっていう感じがすごい可愛くて、なんかピュアな感じで、でその双子もね、いがみ合うことなくね、なんか俺のだよ俺のだよみたいな言いつつ、3人でやっちゃうっていうね。なんかシーンです。ほっこりほっこり。そうやね、ゆるふわ。ゆるふわ 3P でもちゃんとガッツリエッチはしますみたいな。スピニングハートキックアウトね、ヤンキーの3人やから、その絡まれるっていうかされちゃうわけです。で2人が助けに入るっていう展開だけど、美味しいよね。そのまではいいやんいいやん。でまあそっからこう好きな子のそんな姿見たら、もう俺らはもう抑えきらねえよって言って、攻めの子がこうね、ちゃっちゃっとこうなんかちょっと体変わりますよってこう受けの子解放して、でまあそこからそのなんていう、どっちが受けを受けと付き合えるかのなんか戦いみたいなのが始まるわけよ。俺がみたいな感じになるんやけど、俺はどっちも好きって。あ、こっちね。そうなんか決められへん、で一人選ばないその良さ。しかもそれもなんかそのなあなあな感情じゃなくて、本当にちゃんと2人とも大好きやから、やからこそ2人も3人で付き合おうみたいな。3作ちょっと紹介させていただきましたけど、3P の良さとは、3P の良さ、2人ではできないエッチのもあり、そうね、その愛情も一方通行じゃない、3人ともこう循環してこうちゃんと好きみたいなのもあるし、やけあれやね、受け1人に攻め2人っていう関係がありなわけで、私は攻め多いな。そうきが好き。そうきが好きやからこそ、その 3P も大丈夫になったっていうか、その形の 3P だけ OK っていう何の話をしとんねんけど、話なんやけど、まあそういうとこかな。みんなね、人それぞれ癖があると思うので、いろいろ研究していきましょう、みんなで。新しい扉が、そうやな、参考にしていただければなと思います。今回この辺で、せーの、バイバーイ。